道を二人で歩いてた。夏の太陽輝いて夏の影映してた。幸四郎でございます。今日はお寒い中を僕のコンサートにお出かけくださいましてありがとうございました。倉敷に伺うのは初めてでございます。何を隠しましょう、初めて倉敷を伺って幸四郎という名前になって初めてのコンサートを今日お聞かせするわけで、本当に岡山の市の方には何度かお芝居で伺いましたけれども、倉敷へ伺ったのは初めてです。倉敷というところはもう以前からもう僕の訪ねることが夢のところでございまして、もう昨日は着きましてすぐにもう大原美術館に飛んでまいりまして、素晴らしい絵をまた街並みを満喫してまいりました。実は去年の秋に私は、六代目市川染五郎という名前から父の名前松本幸四郎、九代目松本幸四郎という名前を襲名いたしました。どうぞ一つ染五郎時代にまして皆様のご支援を賜りますようお願いを申し上げてご挨拶に帰ります。今日はこれから自分の好きな歌、自分の作った歌、思い出のある歌をたくさんお聞かせしたいと思います。どうぞ、最後までごゆっくりおくつろぎくださいませ。それではまず、巡り合いの海という曲と、それから僕の作りました夜明けの渚という曲を2曲続けてお送りしたいと思います。突然の風のように君は現れた。俺の静かな日々を君はこう電話の向こうの声はひどく懐かしい。昔の甘い暮らしをよみがえらせた。巡り合いの海で
どこか遠くへ捨てたはずの青春の小舟で、けれどもその船には夢を詰めない、古いその船には俺は乗れない。つもりか巡り合いの海で、夜明けの来ない港目指しさまよう。
一人さまよう。今お送りしました夜明けの渚という歌、考えてみましたら20年前に作った曲です。野原作詞道も同じなんですけれども、実は私は、先月自分が一番好きだった、父を亡くしました。私の父は8代目の松本幸四郎でございます。父は歌舞伎に命をかけて妻や子を愛し、弟子たちを育み、そして自分の生涯の最後の仕事とも言うべき親、子、孫三代の襲名興行を昨年の秋に見事に成し遂げまして、一月後にこの世を去りました。父は俳優としても、また自分は人間としても尊敬し、かつ大変好きでした。父という俳優は、何と言いましょうか、他人が嫌がってやらないこと、例えて言えば道端の真ん中に邪魔になるような大きな石が一つゴロンとあると、自ら進んでってその石を取り除くというような、何につけてそういうところのある父でございました。その父を亡くしましたのは、ちょうど大阪公演のお芝居の真っ最中だったんですけれども、最終便の飛行機で東京へとんぼ返りをして、最後の時には間に合うことができました。また翌日一番の飛行機で大阪へ取って返して、勧進帳の弁慶と石切を演じました。自分は公演中に父を亡くしたことは大変辛く寂しく悲しいことではありますが、いつまでもその辛さ寂しさに浸っていないで、その苦しさを悲しさを乗り越えて、なお一層努力をして立派な俳優になることが、とりも直さず亡き父への孝行と思っております次第でございます。どうもありがとうございます。ここで父と僕の子供の頃の思い出話をお話したいんですけども、たくさんありすぎて、父は俳優としては最後に文化勲章まで頂戴して、大変名誉ある地位について本当に立派だったと思いますけれども、親父としても大変優しいあったかい親父でございました。例えば私が子供の頃に外で暴れて膝小僧なんぞすりむいて帰ってくると、赤チンをつけてくれたり、それから以前、大雪の日がありましたけれども、その頃劇場へ行くのに、車がなくて電車も、の停留所まで、当時は停留所と言ったんですけど、そこまで親父が長靴履いておぶってってくれたり、うちの昔子供の頃、うちのお風呂が壊れますと近所の銭湯へ親父が連れてってくれて背中を流してくれたり、なんかそんなあったかい親父の思い出が次から次へと浮かんできてしまいました。そんな少年の頃の思い出を歌った歌、詩と言いましょうか、ここに一つ僕の大好きな詩がありますんで、ご紹介したいと思います。ロッド・マッケンという人が書いた記者を捕まえる技術という詩なんですけども、これはおそらくロッド・マッケンという人が自分の少年時代の体験談を詩にまとめたんじゃないかと思います。ちょっと気になってみてください。僕の旅の始まり、それは少年時代のあの日だ。バスケットシューズを履き、長い髪を風になびかせ、田舎道を行く少年、子供のくせに倍も年上の女たちと遊ぶませたやつ、学校ではジキルで、納屋の陰ではハイドだった。放課後はそう汽車さ、心の中に汽笛が響く。線路に置いてぺしゃんこにした銅貨と、旅人たちが窓から捨てていったマッチ箱のコレクション、連中は僕が手を振っても誰一人それに応えてくれなかったけど、すっかり顔なじみになった機関士たちは汽笛を投げ返してくれる。汽車を見るのに比べたら野球なんて女の子のゲームさ。汽車にただ乗りする技術はルンペンたちが先生だった。
郵便袋を吊り上げるために汽車がスピードを落とすだろ。それを狙ってドアの開いた貨車に飛び込む。弾む息が静まればもう王様の気分だ。飛び去っていく町々、空一面の星屑。ああ、そうやって僕はいくつの寂しい町を知ってきたことだろう。ポケットには二つ三つの銅貨しかなかったのに。そして今、大人になった僕がここにいます。空だったポケットを膨らませ、ボール紙の箱を革のトランクに買い替えて、星空の下を貨物列車に揺られたあの少年は今ダークグレーの冬空を見上げる孤独な旅人です。時々僕はどこにも身を落ち着けることのできない旅人のような気分になることがあります。いつもどこかを通り過ぎていくだけの人生、そんな気分に。もしもう一度ふるさとの丘の下を通ったら、ポプラの木のそばに立つ少年の日の僕の姿が見えるだろうか。大人という孤独な旅人になる前の自分が。皆さんがもし汽車に揺られているときに線路際で手を振っている少年たちを見かけたら、どうぞ手を振り返してやってください。皆さんは少年より一足先に同じ道を行く旅人なんです。少年たちの心の線路を走る貨物列車では行けるところなんて決まっています。どうか優しくしてやってください。夢を追う少年たちは励ましが必要だ。夢を追う少年たちは成長しなければならないんだから。子供の頃僕は一緒な友達、遠くで汽笛が響くといつも丘へ登った若い君のように明日へ伸びたあの日、心は線路伝いにどこまでも走った。息を詰め松ぼっくり力強く汽車は歌う。また会ったな元気かい、そのうち一緒に遠くへ行こう。いつか月日が過ぎあの汽車にはぐれ、色あせた汽車の寂しくこの手に残る。瞳がいつかしら夢を忘れ大人になる。人生という線路走り始めたと遠ざかる汽車の汽笛が今でも心に響く。僕が手を振った
あの汽車はどこに、あの夢はどこに。どうもありがとうございました。僕は3つの時に初めて舞台を踏みまして、それ以来なんと父が亡くなった時も舞台に立っておりました。もっと遡って結婚をした時も午前中結婚式を挙げて午後芝居をしておりました。もっと遡ってはしかにかかった時に40度の熱でやっぱり舞台をしておりました。食事をしながら舞台、それはできませんけれども、そんな風で子供の頃は、舞台と学校の両方の掛け持ちでございまして、友達と将来の話をしてもみんなそれぞれ夢がありました。貿易商になるんだ、いや俺は外交官になる、僕は政治家になる、藤間はどう、藤間ってのは僕の本名なんです。藤間は何になる、何になるってもう役者だ、いつ聞かれても役者という二字しか答えられません。前の日の舞台のおしろいが、この耳たぶに前の舞台のおしろいが残ってまして、それを友達にからかわれたり冷やかされたりしたり、修学旅行で京都へ旅行へ行っても舞台がありますんで、みんなより一足先にたった一人で容疑者に乗って京都駅から東京へ帰ってきたり、みんなが放課後バレーボールやバスケットボールを持って喜々として運動場へ走っていく姿を横目で睨みながら、踊りの稽古の着物の風呂敷包みを抱えてすごすごと稽古場へ向かったりして、誠に寂しいというか、なんというか、そういう少年時代でございました。でも今にして思うと、やっぱりそう言って苦しんで自分なりに、まあ、何くそと歯を食いしばってきたことが先々になると、うん、あの時頑張ってよかったなと思える時が時々あります。ですからどう転んでも、もうどこに考えても自分はもう死ぬまで役者なんですね。芝居小屋という歌で、まるで我々役者のことを歌ったような歌なんですけど、披露してください。みんなお芝居だよ、下手なお芝居だよ、この世はいつもいつも芝居ごっこだよ、甘いセリフもある、苦いやつもある、白い化粧の下で泣き真似や仲笑いで生きていくんだよ。ハルトゥトゥルトゥルルハルトゥトゥルトゥルルトゥルルルトゥルル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 ルあんたも役者だよ、天使の衣装をつけてるやつは悪魔だよ、舞台照らす月もどうせペーパームーン、埃だらけの暮らし、その幕が降りた時は消えていくんだよ。バックを務めてくださっている武井正信とオークションの皆さんです。私はもう十数年前になりますけれども、アメリカのニューヨークブロードウェイというところへ、ラマンチャの男というミュージカルを日本人としてたった一人アメリカの俳優さんと英語で10週間60回のステージを演じに参りました。
何しろブロードウェイといえばミュージカルの本場ですから、その本場でなんと主役を日本人が英語でやるんですから、自他ともに大変な青天の霹靂と申しましょうか、果たしてこれができるんだろうかということになりましたけれども、ドン・キホーテを主題にしたミュージカル、そのドン・キホーテのインパーシブル・ドリームという見果ての夢という、言葉を胸に抱いて、とうとうおかげさまで千秋楽まで無事に務めてまいりましたけども、何しろもう英語英語英語で、とにかくもうしかも文語体じゃない、あのなんですか、古語の英語ですから、綺麗な拙者という英語ですから、それにも増して難しいわけなんで、向こう行ってからも、英語の訓練して、とうとう寝言にまで英語を喋ってたそうなんですけども、ある日その公演中に一番前のお客様が、あの僕の演じておりますドン・キホーテのお芝居を見てらっしゃるうちに、青い目のもう初老のアメリカのご婦人だったんですけども、ハンドバッグをパチンと開けて、中から真っ白なハンカチを出されて、目頭をそっと拭ってくださったんです。遠い遠いアメリカへたった一人で来たアメリカ人の中で、英語で悪戦苦闘している僕は、暗い客席の中にぽーっと浮かんだその白いハンカチが、なんとも言えず清々しい綺麗に物に映って、それまで自分の頑張ってきた辛かったこと、英語の訓練なんかが全部汗と涙と一緒になって、その白いハンカチの中にスーッと吸い込まれていってしまったような、本当に爽やかな気分になることができました。ああ、僕はこういう気分を味わうためにブロードウェイ来たんだなと、その時つくづく思いました。何しろ向こうでのアメリカ生活はくたびれ果てまして、翌日目を覚ましますと辺りが薄暗いんですね。時計を見ますと4時半なんです。あ、まだ明け方の4時半かと思いますと、よくよく調べると午後の4時半なんですね。まあ、翌日の午後の4時半まで目が覚めないんですね。いかにもうくたびれてたかってことがよくわかるんですけども、でもおかげさまで千秋楽を迎えて日本へ帰るときは、本当に自分は心の中でとても充実した頃になりました。そしてそれまで英語の訓練、僕を支えてくれた人々、友達、先生、先輩、皆さん方の愛情を本当に心の底から分かることができました。頭ではよく分かるんですけども、なかなか我々若者ってのはどうも心で分かるところまでなかなか行きませんで、その時本当に心の底から友情というものを強く感じたことがあります。向こうでの俳優さんの中に、向こうの俳優さんというのはなかなか恵まれてませんで、もう 70% 近くが失業しておりまして、でしかも役に就くにはオーディションといいまして、もうたくさんの中から試験をしまして、テストをしまして、それに受かった人だけがその役に就けるという非常に厳しい世界なんですけども、僕のラマンチャの男にもそのアメリカの俳優さんの中に友達ができまして、その友達はまだまだ無名の俳優でした。お金もなかったし、でフィアンセはいたんですけれども、やっぱり結婚できない、大変苦労してました。でもとてもなんかこう清々しく爽やかなカップルでした。そんなカップルを、モデルにした歌があるんで、ちょっと聴いていただきたいと思います。プレゼントという曲なんですけど、このプレゼントという曲にはちょっと相手役がいるんです。マリーという女性が、必要ね。オークションの方々はひげがあったりして、ちょっと、あ、ここに素敵な相手役が、これは僕のマリー、野原作道以来もバラにはなんとなく縁がありまして、じゃこれをマリにしまして、プレゼントという曲です。マリー、遅くなってごめん。何しろこの寒さだろう。いや、最終バスが遅れちまってね。友達と出会って立ち話をしてる間に、今度はその最終バスがさっさと行っちまえやがって。仕方がないからここまで走ってきたんだよ。もっとも寒さしのぎにはなったけれど、どうしたんだマリー、コートなんか着て、おまけにトランクをぶらしたこの部屋を出て行くと本気で言うのかい、何があ
してくれよ。いや、それは俺は売れない役者さ。せっかくもらったセリフをとちってさっさとクビになっちまったドジな男だ。一人前になるまで待ってくれって、お前と結婚式も挙げられないダメな男だ。でもマリー愛してるんだお前を。今日は何の日だってお前は聞くのかい。もちろん忘れたりするものか。知り合って5回目のお前の誕生日だから、遅くまで先の社長がね、夜まで働いてくれたら5割増しで払うっていうの。ずいぶん迷ったんだけど、この間からちょこちょこ貯めた金と合わせるとちょうどいるだけの金額になるんで、それで思い切ってこ、え、何にいる金だって、もちろんお前の誕生日のプレゼント代さ。俺は手ぶらだけど心の両手に一番プレゼントしたいものをしっかりと握りしめ だから受け取ると言っておくれよ。マリー、明日の朝早く町外れの教会へ行こう。そして牧師さんを叩き起こして貯めた金を全部払って、これは生まれて初めての主役を演じる。セリフがたった一言の主役。すまないけどマリー、付き合ってくれ。セリフの練習をしたいんだ。絶対に閉じれない大事な一言さ。いつもするお前は牧師の役だ。そしてこう言うんだ。汝はこの者を妻とするか。そして僕のセリフはたった一言。はい、ありがとうマリー。きっと喜んでもらえると思ってた。マリー、誕生日おめでとう。おめでとう。
船出の朝が来た。もやいを解くのにあなたの手を借りて、光の海が輝きを今朝のうちにこぎ出そう。あなたよ、この船に乗るか見送るか、今ここで心を決めてくれ。待つことだけは無駄なんだ。船出の朝が来た。心の支度は十分できている。光の海は時には荒れるけれど、この船に乗れば帰れない。思い出という名の港へは、その目の迷い投げ捨てて、愛を手が冷たい。あのお客様、お寒いじゃないですか。今握手をした女性の手がとても冷たい。いやー、もう少し暖かくなる歌を用意すればよかった、その分じゃお話でちょっと、私は4年前に、黄金の日々という NHK の大河ドラマで1年間助座という役をやらせて、テーマミュージックです、懐かしい。その黄金の日々でのいろんなエピソードを 2,3 ご紹介したいと思います。私がこの黄金の日々に出るきっかけになりましたのは、ある地方からの中学生の坊やからのハガキでございました。私は1年間テレビに出るということで、舞台を1年間休まなければならないということが条件だったんですけど、舞台俳優が1年間舞台を休むということは大変な問題でございまして、自分でもちょっと考えております。そこへたまたまハガキが舞い込んでまいりました。中学生の坊やの鉛筆書きのこんな大きなたどたどしい字で、僕は染五郎さんの、その頃はまだ染五郎でした、
染五郎さんのファンです。でも染五郎さんはあんまりテレビに出てくれません。たまに出ると奥さんと二人でワインかなんか飲んでるだけでつまらないから、ぜひテレビに出てくるというおはがきでした。僕はこの中学生の、ああこんなところにも小さなファンがいてくれたんだなと思って、とても嬉しくなって、すぐ即座にその場で黄金の日々出演を決めてしまいました。さあ撮影に入りますとなかなか大変でございまして、フィリピンロケあり、あるいは、生田オープンというところで堀を作って、本当にお城の堀なんですけども、その中へ真冬潜ったりして、いろんなシーンを撮りましたけども、その中で一番心に残ってますのは2つあるんですけども、そのスケザーが川を素足でジャブジャブ渡っていくというシーンを、確か1月か2月の小雪のちらつく寒い日に東京近郊の秋川渓谷というところで撮ったんですけども、その時にスケザーというのはあんまり偉くならない時は柳葉釜といいまして、短い袴に薄物1枚というスタイルでございました。その日も寒くて震えておりました。この川を膝まで使って渡らなきゃならない、これは偉いことになるなと思いまして、川の中にそーっと手を入れるともう氷のようなんですね、もう手が切れそうなんですね。でも、まあ、観念しまして、こうじっと覚悟を決めておりました。そうしますと後ろの方で川の中へドボーンボチャーンと何かを投げ込む音が聞こえてまいりましたので、僕がふっと振り向くと裏方さんたちが、小道具さん大道具さんがズボンを膝までめくりまして、腕を託し上げて、その石を川の中へこうずっと積んでるんですね。何をしてるのかと思って聞いたらば、いや次のシーンで僕のことなんですけど、染さんが川を渡るのに少しでも冷たくないようにみんなで持って石を積み上げて石の橋を作って埋めてるんだよってことを言ってくれたんですね。その時僕はもう胸が熱くなっちゃって、もう目頭と申しますか、鼻のところがツーンと痛くなるあれがありますね、そういう感じになっちゃって、僕その時思ったんですけど、ああスケザっていうのはこの人たちのことだなと思いました。この人たちの心の中にスケザってのは生きているんだなと思いました。そして第1回目の放送の日がたまたま私の息子の誕生日でございました。1月8日。そして僕はいつもは誕生日のお祝いにプラモデルやらおもちゃを買ってやるんですけども、その時はお父さんのお仕事を見ることをプレゼントにするから2人で並んで黄金の日々を見ようねと申しました。初めのうちはなんかあんまりお小遣いもプラモデルも出てきませんので不服そうだったんですけども、そのうちに分かったらしくて幼稚園行きまして、幼稚園の友達に、1月8日は僕の誕生日でお父さんの黄金の日々の第1回の放送日だからみんな見てね、宣伝までしてくれました。2人で並んで見ておりますうちに丹波哲郎さんの親方様がスケザに向かって、スケザよお前を海へ出ることを許す、お前の父の行けなかった海へ、お前の父の行こうとして行けなかった悲願へ、スケザお前の船で行ってやれというシーンがありました。ふっと横の息子の目を見ましたらば、目がキラキラキラっと輝いたんですね。そして涙をいっぱい浮かべて見てるんです、食い入るように。そして翌日、僕踊りの稽古をしようかな、僕立ち回りの稽古をしたいな、僕はお芝居の人になるんだと言い出しまして、昨日一緒に見た黄金の日々が私の息子の心に何かを感じさせたような気がして、いいプレゼントができたと思って嬉しく思ったことがありました。マイ・リトル・バーズという曲をお送りします。恋人気取りでそう
橋の青い小鳥は不意に美しい羽を見せる。まぶたを晴らしたまま泣き寝入りするくらい少女は幼いままでわがままがわからない丸かじり青いリンゴに顔残し夢の中僕の小鳥は遊び疲れて羽をたたむ。橋の青い小鳥は遊び疲れて羽をたたむ。穏やかな寝息立てて僕はだいぶ以前に ある新聞の投書欄を見ているうちにこんな投書が目につきましたのでちょっと切り抜いて思っているんですけれども、茜紫の苗をください。もう何年も口を聞いたことのない私の父が育てていたものです。父と同じこの花を育てていればきっといつか心が通じ合うことができると思います。近くでしたら取りに伺います。茜紫の苗をくださいという投書なんですけど、茜紫という植物ご存知ですか。地方によって呼び名が違うと思いますけど、何か茜紫って呼び名がすごくなんか綺麗だったんでとっても心に残って、きっとこの方は何かのあれでもってお父様と疎遠になってたんでしょうね。そういうことってよくあると思うんですけども、僕の家庭はさっきも話したように舞台と学校と父は劇場が良い、おふくろもその頃劇場行っていましたのですれ違い親子でした。一家でもって食事をしたり、一家でもってピクニック行ったり、一家でもって映画を見に行ったりすることは皆無でした。ですからよく笑っているんですけども、親子の断絶という言葉がありましたけれども、我々親子は断絶依然親子と、断絶しようにも交流がないんですから、そういう親子でしたけども、そのといってもやっぱりこの当初にありましたように心と心の触れ合い交流が一番僕は人間にとって大事なような気がします。僕は今まで非常に恵まれた環境に育ってきましたから、目の前のこう大きなこととか非常に大事件とか刺激的なことっていうのはすごく何かその方にばっかり目が向いちゃうんですけども、足元のちょっとした親切心遣いというものを無視してきたような気がします。思えば本当にもったいないことをしてきたもんだと思ってます。これからはそういう小さな小さな心遣いというものを大事にしていきたいと思いますし、まあ僕もとうとう3人のこの父親になってしまいましたんで、だんだん少年から、青年、だんだんこうナイスミドルじゃないけれども、なんかそういうような年齢になってきますので、今日も会場に若い方がだいぶ来てくださってるんで、まあ今まで僕も自分なりに一生懸命やってきた自分の人生と、それからこれからの若い方々への僕のメッセージと思って聞いていただきたいと思います。
木拾いは海へという曲をお送りします。少年よ、君たちもいずれ僕たちが重ねたように夢の世界を訪ねる旅に出かけることだろう。少年よ、君たちもいずれ僕たちが気づいたように夢の世界の旅の挫折を味わうことだろう。歴史は確かに幸せをばらまいてきたけれど僕らの日々が輝いているわけではない。歴史が残したいくつかの嘘という吸い殻を僕らは続き捨ててきただけかもしれない。木拾いたちが今海へ、木拾いたちが今海へ、僕たちを卑怯者と呼べ、せめて醜さをさらけ出すまいと逃げ去る者たちを。少年よ、君たちに期待させて欲しい。ここに留まって新しい価値を生み出す者たちよ。萌え殻つぶしの木拾い、年老いたというには早すぎるけど、僕たちは疲れてしまった。木拾いたちは今海へ、木拾いたちは今海へ。幸四郎になってから初めてのコンサート、おかげさまで皆様方の温かいご声援で進んでまいりました。今後は
幸四郎になっても皆様方の心に何か糧をお与えできるような俳優を目指して、また倉敷へもコンサートばかりではなく歌舞伎の勧進帳の弁慶ですとかニューヨークへ参りましたミュージカルラマンチャの男でまた伺いたいと思います。その説はどうぞまたよろしくお願いします。それでは最後にその思い出のミュージカルラマンチャの男の主題歌の見果てぬ夢をお送りしたいと思います。夢は実りがたく敵は甘ったなりとも濃い星を目指して我は勇みてゆか道は極めがたく腕は疲れ果つとも時星を目指して我は歩み続けこれこそ今お嬢さんからチョコレートをもらいました。バレンタインデー、ああどうも。いやいや、どうもありがとうございます。あ
チョコレートも持たないとマッチになった気分で。ありがとうございました。本当に温かい拍手ありがとうございました。これからも頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、倉敷の皆様方のご多幸とますますのご繁栄をお祈りして、お別れにおとぎ話をという曲をお送りします。おとぎ話を一つ聞かせてくれないか。今日僕に何があったかなどと尋ねないで、日々の悲しみとか今日だけの寂しさとかではなく、人生が重く一瞬に押し返さってくる、そんな時があるのです。だだっこを寝つかせる時のように柔らかな膝枕と、時折優しく僕の額に手を当てたりして、おとぎ話を二つ、おとぎ話を三つ、おとぎ話を四つ、おとぎ話を五つ、おとぎ話を六つ。誠にありがとうございました。これで松本幸四郎ファーストコンサートはすべて終了いたしました。